です。ゲーセンに行けない中いかがお過ごしでしょうかっていうところですけれども、はい、まあね、3月の修正が来なくて、で試験も取れなくて、練習もめんどくさくて、っていうかね、そもそもね、あの何本も何本もね茶番作ってると疲れるんすよ。っていうことで、ね、今回はエクストリーム VS シリーズに、まあ、なんだかんだ参戦していない機体で、その中でね、あの僕がね個人的にね、もう、まあ、こいつらはね参戦してもいいんじゃないかとか、参戦してほしいなとか、ゲームで使いたいなとか、まあまあまあ正直出ねえだろうとか、そういう感じでね欲望詰め合わせで持ってきた機体を、まあ、適当に言いつつ喋っていこうかなと思います。でね、ちょっと今回ね、まあちょっと大事なことなんだけど、あのとりあえず大体は映像作品があるもの、まあ一つちょっとまあ特別な理由で漫画から選んだんですけれども、まあ映像作品と、あとはその、まあ、ナラティブだったりとか、あとビルドシリーズだったりとかね、もうそこら辺の結構タイトルとしてプッシュされてて、これからもまだ数機体絶対おめえ出るだろうっていうやつらがいるのはね、ちょっと今回除外させていただいております。まあね、ぶっちゃけ俺のなんだろう、ガンダムの知識語りっていうか、そういう感じのね、ただのねガノタ逆張り自慢話に片足突っ込んで出るんですけれども、はい、まあ、そんな感じで今回のねエクバ雑談として喋っていこうかなと思います。何よりね、なんだかんだその183だっけで、まあ、そろそろ200機いくわけじゃないですか。で大体のねそのアニメシリーズは網羅してて、もう出てないシリーズないんじゃないかっていうぐらいで、それこそね主人公機だったら全部いるでしょっていうレベルですけど、なんだかんだ探せばいるもんですよ、5機も。まあ、ちょっと無理があったけど1機体だけ、まあ、っていう感じでね、はい、喋っていきます。ではやっていこう。はい、1機体目、こちらね、ガンダム 00F よりアストレタイプ F となっております。まあ、こちらね、その、まあ、顔がねフェイスマスクって言って、見えてないですけども、デキとリアルアイのねガンダムタイプでございます。でね、こちらを選ばせていただいた理由なんですけれども、まあ、漫画作品なんだけどね、まあ、作者がねエクバガンダムのエクバ、エグザか、エグザとね一緒だったりとかで、エグザシリーズにね、レオスとね結構関係性が深かったりするんで、逆になんで出てないのっていうレベルで、まあ、参戦が望まれてる機体でございますと。で、まあ、エクシアのそのプロトタイプみたいな感じで結構接近戦仕様で仕上がってる機体です。で、あとねこのアストレアの、ま、お仲間にアブルホールとサタルスードっていう2機体がいるんですけれども、サタルスードの方がディラメスのプロトタイプで、アブルホールの方がフィリオスのプロトタイプなんですけれども、両方ともね結構難点があったりして、サタルスードの方が確かディナミスのフルシールドの代わりにセンサーがついてて、すごく索敵能力は高いけど防御力がないとかだったかな。でアブルホールに関しては変形機構が不完全なんですよ。だから要はなんだろうな、マクロスのなんか足が出てるバージョンみたいな、明らかに近接ができなそうなね、そういう形してます。だからね、出すとしたらね、アシストでその2機体が出てくるか、もしくは個人的にはね、この時期の主人公たちって GN ドライブがね1つしかないっていう、ガンダム3機に対してね、GN ドライブがオーガンダムにもともとついてたやつ1つしかなかったんで、まあ1機体しかね GN ドライブつけて活動できないよっていう話があったんで、まあそこを使って乾燥機にしても面白いんじゃなかろうかって思ってます。まあね、まあ映像作品では全然ないんですけど、
結構ね、かっこよく仕上がってる機体なんで、メタルビルドとかね見ると、うわーちょっと動かしてみたいなとは思うんですけども、実際ね映像だったりで動いてるとしたら、多分 G ジェネレーションのクロスレーズぐらいしかないんじゃないかなと思うんで、SD のその大きさじゃなくて、やっぱりリアル闘神のねアストレアタイプ F 見てみたいなと思います。まあ今回ね入れた理由、漫画での絡みと、あと個人的にすごくかっこいいから好きです。2機体目、はい、こちらね、模型戦士ビギニング G よりビギニングガンダムとなっております。はい、まあね、こいつ選んだ理由、正直ね、ビルドシリーズの影に隠れてね、誰しも忘れた結構ね、ちゃんと作られたガンダムだったりするんですけどね、そもそもね僕存在は知ってたんですけど、アニメがね、3話分15分 ×3 のね40分ぐらいで、正直に作画があんまり好きじゃなかったんで見てなかったんですよ。そう、このラジオ撮るためだけに見ました。でね、まあ結構ね戦闘シーンが細かく作り込まれてたりとか、あとね何よりね、ビームサーベル3本をね指の間にねつけてね、近接戦闘をするのがね結構かっこよかったりだとか、個人的になかなかねアニメとしても良かったなと思ってます。であとね、この、まあ、ガンダムフェイスのね V アンテナあるじゃないですか。これ実はビームでできてて、なんかバルカンとして使うときはこのビーム部分が消えて、なんか弾としてビームを打ち出すみたいな、なんかアンテナを弾として打つのなんて斬新な発想だなと思いました。はい、まあね、ただねこのねビギニングガンダム、回収機体としてねビギニング30っていうやつがいるんですけど、そっちに関してはね正直スタービルドとかのね後かなと思います。そもそも出るか怪しいところだけどね。まあね、そのなんかガンプラ30周年の企画でできたとか、ガンダム30周年かな、なんかそんな感じで10年前の機体なんですよ。まあ10周年ってことで、そろそろねなんか出してあげてもいいんじゃないかと思います。だってね、なんかあんま出てこないでしょこいつ多分ね。なんかビルドファイターズで確かレイジが作って、あとあんま知らないんですけど、なんか G ジェネレーションでも出たのかな、なんかそんぐらいじゃないですか。多分ゲームで動かせてないんじゃないの、本当に知らないんだけど、まあファンがいるのかどうかすら若干怪しいところですけれども、まあ僕はねちょっとこういう、なんだろう、ガンダムのねその界隈のね隅をつついたような、そういう感じのね期待も出してあげても面白いんじゃないかなと思います。いやだってね、そもそもね若干文句があるのが、ホットスクはい、どんどんいっちゃいましょう。3機体目、ガンダムシードアストレイ、天空の巫女からゴールドフレームアマテラス。まあね、マジでこの動画で初めて知ったよってやつ結構いると思います。いや俺も最近まであんまり知らなかった。漫画なんすよ、天空の巫女っていうと、今環境で大暴れしてる天津美奈のね、ロンドミナサクハクってやつが後継者欲しいっつって、適当に民間から取ってきたやつが、まあ、2人いて、まあ、元々ね、カザハナアージャってやつと、ラスなんたらかんたらっていう、ちょっと画面に出してくれ、そのね、まあ、2人取ってきて、ゴールドフレームを結局渡した方は風花アーチャーってやつだったんですよ。で天津花ってやつになったんですけど、風花アーチャーってやつが、まあ、よくわかんないんだけど、ラスの方に
じゃあ私この人を娘にしますとか言って、まあまあそういう感じで、なんか結局ゴールドフレーム、まあラス専用機になりますみたいな、まあそんな感じです。で、まあそう、機体解説しないとね。この機体ね、結構すごいのが、まあ今ちょっとクロスレイズのやつ貼っとくわ。こんな感じでね、まあ高速移動したり、あとそのまあ頭のところについてるのが結構その推進ユニットだったりして、ボアチュール・ルミエール使ってブビアンってすんだよって感じで、まあはい、すごいっすねっていう。まあ何よりね、タクティカルアームズ2つ使ってなんか戦場で大暴れしたら面白そうだなっていう、ただただそういう話です。いや何よりさ、これフォルムかっこいいよね。ガンプラで欲しい。あとなんかゲーム内で動いて欲しい。いや何よりさ、DLC でクロスレイズで動いてて、あれ見て初めてクロスレイズ欲しいなと思ったもん。まあエクバ2だと多分出ないから、次回作とかでアマテラスちょっと動かしてみたいなって僕は思います。でね、正直見た目だけで選んでるからね、あと20秒ねちょっと尺取らなきゃいけなくなったんだよね。今までの2機体ぶっちぎったのに、いやどうしようかな。そう、まああと、まあこういう話しててあと10秒なんだけど、はい、まああと2機体、本当に僕の好きで選びました。じゃあ行きましょう。はい、4機体目 MS イグルよりカスペン専用ゲルググでございます。はい、いや言っていいよ、言っていいよ、言って言って、誰、はい、誰ってなると思います。いや知ってます。いや正直ね、MS イグルまともに見たやつでもパッと聞いて思い出せるやつなかなかいないと思う。こいつ最終話あたりで出てきて、颯爽と戦艦に乗り付けてきたと思ったら結構荒い着艦な上に威張り散らして最後の最後までめんどくさいことやってたくせに、最後だけねかっこよく決めたっていう、よくわかんないおっさんです。はい、まあね、結構最後のシーンがね良かったりしたから出してほしいなっていうのと、あとねそのオッグいるじゃないですか、ドラム缶の浮いてるやつフルブとか、ねオッグのねアシストをちょっとね出してね、そのなんかオッグダンス6とかで無限に出せるよみたいな、そういう感じもやれたら面白いなっていう、ただそういう妄想です。でね、あとねそのアシストでね、まあお話的には成り立つんで、ズダとかも出せたらなっていうのも思います。いや何よりね、そのキャラクターが結構魅力的なんですよね。そのなんか戦争で失ったかとかそういう感じで片腕が義手なんですよ。でなんかその命令するときに義手をにぎにぎするんですけど、なんかねその最後の出撃のところだけは少年兵なんですよね、オッコって。その少年兵を守るためにまあ、ゲルググの体を張って相手の弾を受けるっていう、はっイケメン、いやマジなんか おっさんそんな俺たちのためにって感じで、なんかはい結構思い出補正入ってます。いやでもねそのね、なんかオッコの大部隊を率いたり、あとなんかズダのねアシストを出したりする、まあ、そういう感じの抵抗としてゲルググ、まあ、カスペン大佐専用機出してもいいんじゃないでしょうか。何が一番あれってね、いや僕が個人的に MS イーグルが好きっていうことっすね。特にね MS イーグルって基本的に失敗する話なんで、最終回のね雷鳴は魂に帰る、いやあの話はねもうみんな死んだかと思いきや、はい、まあちょっとネタバレになるんで後は見てください。はい、次行きます。ラスト、はい、ぶっちゃけお前喋りでだけだろっていうレベルですけど、
はい、機動戦士ガンダムセンチネルよりガンダムマーク5でございます。いやね、この機体ね、何がいいってね、まず顔がイケメン、あとね、その、まあ、持ってる武装がシンプルで、あとこのニューディサイズブルーっていうこの青色、いやこのね3つがねかっこいい上に、まあ、ファッツっていう、よくねフラマーダブルゼータをねファッツって書いて、ツイッターのイキリ野郎にね、まあ、よくネタとして挙げられてる真っ白いね、ハリボテダブルゼータファッツくん、あいつらのね3機編成をね、この、まあ、ガンダムマーク5の耐久のね限界を超えてね水力を振り切って、まあ、旋回のね重力、まあ、G なんですけど G で奥歯が砕けるほどのね高速戦闘をして、ミサイルのね合間合間をくぐり抜けてファッツ3機体を撃破するっていうあそこのシーンだったり、あと月面でのね XS ガンダムとの戦闘のところで XS ガンダムのね論外っていうレベルの長距離射撃を勘でね盾を投げて防いだところとか、そういうなんだろう、パイロットの凄さっていうのが出てたりとか、結局ねカタロシックスペックだけだったら XS ガンダムの方が上なんですけど、まあそのね、まあ、エクバーあるあるで、いやポンコツ機体でもパイロット補正で強くなってるぜみたいな、まあ、そういうところでなかなかの強機体に仕上げてほしいなっていうところあります。まあね、ただね今ね今作のまあ、参戦機体で、まあ、同点ウルフっているじゃないですか。実はあいつこのガンダムマーク5のね、まあ、回収機体みたいなもんなんで、ミサイルはついてるし、こいつインコムもついてるんですよ。でなんだったらこいつゲロビは撃てないんで、まあなんかゲロビの撃てないドーピングルフじゃんみたいなバカにされ方しそうですけど、全然違うぜと。近接で相手をボコボコにしたり、テクイことしてね相手の攻撃をかわしたり射撃をぶち込んだりする、そういうイケメンな機体なんだぜって感じで、はい、ただただそういうのが喋りたいだけです。であとね、何よりね、みんな大嫌いなねリフレクターインコムラじゃないですか。あれをね確か3弾が入ったミサイルだったかな、で一発で破壊するシーンとかね、XS 何やってんのっていうのと、やるよマーク5みたいな、そういうスペック VS 技量みたいなね。はーい、ご期待と言ったな、あれは嘘だ。ということでね、まあ最後に次セーバーより次セーバー行きたいと思います。っていうかね、正直ね、動画のところに貼り忘れてて、あれ5機体じゃなくて6機体じゃんっつって、まあ、さっきのが最後じゃなくてこれが最後になりましたね。これもねちょっとね、なんか存在が地味っていうか、シリーズとしてガンプラが1個しか出てない、そもそもシリーズっていうか、テレビドラマが1本ゲームが1本っていう、まあ、超絶マイナーなね機体になっております。いや正直知ってる人がいる、はい手を挙げて、声が聞こえないね、いないねっていう感じで、まあね、これ一応宇宙世紀の機体です。宇宙世紀223年だったかなのね、なんかガイア構想とかね、そこら辺のね、ちょっと、まあ、詳しくはウィキで調べてくれ。はい。でね、この機体ね、ちょっと魅力的なところがあって、見るからに、何こいつ F9 じゃんっていう感じになるんですけど、何よりね、そう、こいつ、乾燥できるんですよ。なんだろう、まあ見た目はそのナラティブっぽい、なんかフレームがむき出しになってて、そこのところにいろいろ装甲をつけて、まあいろいろとね、まあ、局所的なところの戦闘に対応していくよみたいな、そういう感じです。で何よりね、そうモビルスーツがかっこよかったり、戦闘シーンがね、まあCG は結構いいんだけど、8出撃でなんかコロニーの残骸をねビームサーベルで真っ二つにして自分たちの宇宙船が通れる道を作ったりとか、まあ、そういうところのシーンはかっこいいんだけど、何よりその当時の CG 技術、あこれ20年前なんすよテレビドラマでやったの、すごいよね。で、まあ、当時の技術が足りなかったっていうのと、
あと、まあ、何よりね、そう戦闘シーンで撮る尺がないっていうので、あの全然ね戦闘シーンがないし、であと、まあ、ゲームモードになるとそれはそれで当時のゲームのねクオリティなんで、まあ、全然その戦闘してくんないみたいな。近接格闘が見たい。なんか遠距離砲撃とかさ、なんかそのメカの良さをね活かせてるシーンが全然ないからね。もっとこうチューブの中で乾燥するっていうのはねこいつの良さとかいう、そういうよくわかんないことになってるんで、なんかエクバシリーズでいろいろとエクバならではのね肉付けっていうか改変をしていい感じでまとめてほしいかなっていうのもあります。はい、っていう感じでね、まあだいたい喋り終えたんで今回の動画終わらせていきます。お疲れした、あざした、バイナラ。